正社員と違って即採用された俺はついに俺にも運が向いてきたと幸せの絶頂だった。あ、しかしそれが抜け出せない沼の入り口だとはその時の俺は知る由もなかったのだった。ブラックワールド。俺は山口、41歳の無職。今は引きこもる家すら失ってしまった。俺の人生がここまで転落してしまったのは高校生の時に起きたあの出来事がきっかけだった。ブラックワールド。俺は山口、都内でもトップクラスの有名私立高校聖セレナ学園の1年生だ。山口くん、ストバロロワイヤル3はもうやった？ストバロは2までは名作だけど3はやっちゃったね。そうかな。ま、悪いとは言わないけど素人受けに走った感は否めないよね。こいつは熊本、ゲーム好きという共通の趣味がきっかけで話すようになった。ゲームの知識といい技術といい俺の足元にも及ばないが性格は悪くないので付き合ってやっている。山口くんってほんとゲームに詳しいよね。僕ゲーム研究部に入ったんだけどさ、山口くんも体験入部だけでもしてみない？やばいやばいぞ俺、コミュ障なのがバレるじゃねえか。うちの親がさ、学生の本分は勉強だから部活するくらいなら塾に行けってうるさいんだよね。そっか、この間の中間テストも平均点ギリギリだったもんね。こいつ時々確信をついたこと言うんだよな。そろそろ俺も本気出そうかとは思ってるんだけどな。残念だな。うちの部活でも山口くんのこと話題になってたんだよ。なんだよ、俺の悪口でも言ってたのか？違うよ、こないだゲーセンに行った時山口くんが強すぎて僕一生もできなかったじゃないか。それは熊本が弱いわけじゃない。俺レベルにもなれば対等に相手できるやつなんてそうそういないからな。だから僕、うちのゲーム研究部のエース亮太くんに対抗できるくらい山口くんは強いんだぜって話をしたんだよ。はぁ？俺たちと同じ1年のくせに学園カースト上位の爽やかイケメン亮太様とか言われて調子こいてるやつとこの俺様が同レベルだっていうのか？しかもこの亮太様は e スポーツの中学生部門で全国優勝というクソ羨ましい経歴の持ち主なのだ。廊下まで聞こえてきたよ。君が山口くん、なんか褒められちゃって恐縮だな。キャー、亮太くん、ちキラキラしやがって。そうだ、学校中の生徒たちの前でゲーム対決してこいつを叩きのめしたら一気に俺の時代来るんじゃね？いや、りょうたくんだっけ？厨房のトップレベルが高校でも通用するのか試しに俺が相手してやろうか？それとも経歴に傷がつくのは怖いかな？俺はりょうたを煽って喧嘩を売ることに成功し、学校中の教師と生徒たちが見守る中格闘ゲーム対決をすることになった。山口くん、お互いフェアに行こう。ふん、くそ、なんで全校生徒が集まってるんだよ暇人どもが。緊張するじゃねえか畜生。しかもこのゲーム最悪だな。おい、ゲーム研究部が対決用に用意したのは俺がクソゲー認定していたストバトロワイヤル3だったのだ。勝者亮太くん。俺は亮太にコテンパンにやられ大差で負けた。君も強かったよ。その余裕の笑顔がムカつくんだよ。お前クソゲーで俺に勝ったからっていい気になれなよな。ちょっとひどい、亮太くんかわいそう。くそ、いまいましいギャラリーめ。激高した俺は亮太への罵倒がやめられなかった。ストバルやるなら2だろ、3なんてダサくもダサく。あんなクソゲーじゃ俺の実力が出せねえんだよ。気分を害してしまったのなら謝るよ。僕はただ君をゲーム研究部に勧誘したかっただけなんだ。亮太くん優しい。余計なお世話だ。こんなゲームチョイスのセンスのかけらもねえクソダサい部活なんて誰が入るか。プライドをズタズタにされた俺は翌日から不登校になり、そのまま退学してしまった。亮太なんかせいぜい高校レベルでいい気になればいいんだ。俺はプロゲーマーになる男だからな。高校中退した俺は深夜までゲームで遊びまくり、翌日の昼過ぎに起き出すという怠惰な生活習慣にハマっていた。通信制の高校に入って大学受験するっていう道もあるのよ。うるせえな、俺はプロゲーマーになるんだ、邪魔するな。平日は母親しか家にいないが、休日は父親もいるので両親の小言も2倍になる。プロゲーマーなんて夢みたいなこと言ってないで高校に行け。そうよ、学歴がないとまともな仕事にはつけないのよ。俺はプロゲーマーになるっつってんだろうが、
くだらねえこと言ってねえでゲーミング PC 買う金でもよこせや。両親は俺に恐れをなし、素直に金を差し出した。俺は26歳になった。ゲーム機材だけは高いものを揃えて一日中ゲームをやっていたが、一度引きこもってしまうと外に出ることすら怖くなり、散歩も行けなくなっていた。あの、プロゲーマーっていうのはいつになったらなれるの？うるせえな、ババアは黙ってろ。俺は長く引きこもりすぎたせいで e スポーツに参加する勇気も失っていた。そうこうしているうちにさらに10年が過ぎ去った。 e スポーツの大会に一度も参加しないまま俺は36歳になっていた。少しはバイトでもして家に金を入れろ。うるせえな、ゲーム配信で稼ぐから機材買う金よこしやがれ。俺が怒鳴って拳で壁に穴を開けると、父親は青ざめながら金を持ってきた。この子はどうなってしまうの？ほら、お前らとっとと出てけよ。ゲーム配信用の機材を親の金で買い、ゲーム実況を何度か配信してみたが、再生回数は全く稼げなかった。くそ、人気ゲーム YouTuber の動画でも見てパクるか。まさかこいつ。俺は高校時代最後の日となったあのゲーム対決での苦い経験を思い出した。イケメン人気 YouTuber りょうちんは間違いなくあの聖麗奈学園高校1年 A 組のりょうただった。畜生、こいつゲームの道爆心中ですか。ああそうですか。悔しいがりょうちんのゲーム実況は面白かった。悔しくなった俺はあら探ししてやろうとりょうたをググって調べてみた。俺はもうゲームすらやる気が失せてしまった。りょうたのチャンネルを見つけてしまってから俺はすっかりゲームから遠ざかり、あっという間に5年経ってしまった。いつまでタダ飯を食わせてもらうつもりだ。いい加減働け。お前もう40だろ。41だよ。息子の年もわかんねえのか、この猛禄じじいが。二人ともやめて。とりあえず食事は食べなさい。今日も白米と目指しかよ、しけてんな。父さんも母さんも年金暮らしなんだ。お前を養う経済力はないんだよ。だよ、親ガチャ大外れだわ。親に向かってなんて口を聞きやがる。こちらです、どうぞこちらへ。情弱が知ったかぶりしてんじゃねえよ。親ガチャぐらい知ってるわ。こんな親の元に生まれてきて外れだったって意味だろうが。まあまあ、お二人とも落ち着いてください。お前、熊本？久しぶりだね、山口くん。俺を笑いに来たなら今すぐ帰れ。そうじゃない、今僕はこういう仕事をしてるんだ。熊本はもう高校生の頃の俺の子分ではなかった。両親は家庭内暴力がエスカレートする俺を持て余し、社会復帰支援グループに頼ることにしたらしい。俺は実家を離れ熊本についていくことにした。まさかクライアントさんが山口くんの家だとは思わなかったよ。熊本が俺を連れてきたのは引きこもり同士が共同生活をする男子寮だった。不安なことがあったらいつでも僕に相談してくれよ。だがその必要はなかった。寮のみんなは親切で優しく、俺は初めて共同生活の楽しさを知った。俺もしかしたらやり直せるんじゃないか。山口くん、共同生活の寮を出てワンルームの部屋に移らないか。ワンルームの部屋に移るということは社会復帰への階段を一つ登ることなのだ。最低限の家電が揃い、やろうと思えばゲームもできた。俺ゲームの楽しさを思い出したよ。それはよかった。そうだ、来週女子寮の子たちと一緒に老人ホームの介護ボランティアに行くだろ。私レイナって言います。熊本さんから山口さんもゲーム好きだって聞いたので、お友達になれたらいいなと思って。来たー、遅咲きの俺の春が来た。これ介護ボランティアの研修を受けた俺やレイナちゃんたちは初めて本物の老人ホームでボランティア実習を行う。やっと休憩ですね。山口さんは力持ちだから助かります。私も頑張らなくっちゃ。レイナちゃん、俺にできることがあったら何でも言ってね。レイナちゃん笑顔が可愛いな。ところで山口さんってお気に入りのゲーマーさんとかいますか？ゲーマーと聞いて俺は一瞬リョータの顔が頭をよぎったが、全力で記憶を塗りつぶした。俺は人がやっているのを見るより自分でプレイしたい方なんだよね。それよりレイナちゃんの推しのゲーマーさんは誰なの？イケメン人気 YouTuber りょうちんさんです。なんだって、君はあんなクソゲーマーがいいのか。失望したよレイナちゃん。君だけは特別だって信じてたのに。キャー、誰か助けて。俺は老人ホームの男性職員たちに取り押さえられた。山口、
これはさすがに僕でもかばいきれないよ。俺はレイナちゃんを暴行した件で社会復帰支援グループの施設から追い出された。長年親に家庭内暴力を振るっていた癖が出てしまったのだ。山口、これ返さなくていいから。ああ、ありがとう。熊本からの手切れ金か。かけがえのない友人を失った俺は久しぶりに実家へ帰ることにした。あら、山口さんとこの息子さんよね。ご両親は元気？終身型の老人ホームに夫婦で入れたなんてラッキーだったわよね。俺は頭を殴られたようなショックを受けた。両親は暴力を振るう俺を支援グループに押し付けて逃げたのだ。俺は両親に捨てられたのだった。そんなわけで今俺はホームレスをやっている。亮太のように成功もできず、熊本のように社会の役にも立てないクズの俺はきっと死ぬまでこのままなんだろう。俺の名は山口。日雇いバイトをしている40代だ。日雇いバイト歴は10年を超える。普通の職場ならベテランや中堅と呼ばれてもおかしくない年齢だろう。だが、さっさと動けよ、おっさん。すみません。つい反射的に謝ってしまったが、この俺がこんなチャラついた若造に謝るなんて。畜生、この俺に若造が文句言ってんじゃねえぞ。俺は20代の頃は正社員として働いていた。だが優秀すぎる俺は職場に馴染めなかった。仕事を覚えられなかったのは教えるのが下手な上司のせいだし、人間関係がうまくいかなかったのは優秀すぎる俺を同僚が僻んでいたからだった。そんなどうしようもない理不尽な理由で俺は仕事を辞めることになった。それにパチソルやスマホゲームなどの趣味を楽しむ時間がもっと欲しかったので転職に乗り気だった。だが実際に転職すると一から覚えることが多く、むしろ自由な時間は少なくなった。仕事内容はもちろん、同僚の名前や取引先の企業名などを覚えなくてはならないことがたくさんあったのだ。俺は悪くないのだが、職を転々としているためうっかり同僚の名前を間違えてしまうこともあった。どっちも40歳くらいのおばさんだし、見た目も似てるし、言い間違えても仕方ないだろうが。求めるような職場は全然見つからず、なぜか人間関係も全くうまくいかなかったのだ。もっと自分に合う仕事があるはずだ。そう考え転職を繰り返しているうちに、あっという間に20代は過ぎていった。何度目かの仕事を辞めた後、飲み屋で泥酔し、俺は愚痴っていた。どいつもこいつも俺の才能を分かってない。俺を使いこなせない底辺どもが。一つの仕事が長く続かないので、お金が貯まるわけもなく、ストレスだけが溜まっていった。生活がきつくなり、俺は30代で日雇いバイトを始めることにした。これまでは正社員などを中心に探していたのだ。バイト経験はあったが、日雇いというのは初めてだった。なんとなく日雇いは負け組の底辺というイメージがあったから避けていたのだ。だが転職が多く、中年になった俺は正社員などの安定した仕事を探すのが難しくなっていた。そんな中、ネットの求人サイトなどで簡単に見つかる日雇いはいいチャンスに思えた。それに貯金もろくにない俺には日当1万円というのは魅力的だった。その日払いの仕事を選ぶのは初めてだったが、金欠の俺にはありがたい。スキルが身につく前に仕事を辞めてばかりいたので、何もスキルも資格もないが、日雇いなら雇ってくれるというところがたくさんあった。もちろん俺はバカではないので、日雇いバイトを始める前によく調べておいた。誰でもできる簡単なお仕事というものを探し、アットホームな雰囲気の写真が掲載されているところを選んだのだ。日雇いなら毎回職場が変わるため、これまでのような面倒くさい人間関係もない。日雇いはその名の通り、一日限りの労働契約を結ぶ働き方だ。嫌な上司や同僚と毎日顔を合わせる苦労はないのだ。同じ職場で働き続けることが多いフリーターや派遣にはない大きなメリットに思えた。それに好きな日に働きやすいというのもいい。日雇いこそワークライフバランスが完璧な理想の働き方だぜ。俺は自分にとってこれほど都合のいい仕事があるとは思っていなかったので、ネットの情報を漁っただけで完全に舞い上がっていた。正社員と違って即採用された俺は、ついに俺にも運が向いてきたと幸せの絶頂だった。ああ、しかしそれが抜け出せない沼の入り口だとは、その時の俺は知る由もなかったのだった。現実は甘くなかった。日雇いにもデメリットがあったのだ。いや、デメリットばかりと言ってもいい。まず年下に舐められる。タメ口など珍しくもない。初めての仕事だからわからないことがあるのは当然なのだが、そんなことも知らないのかよおっさん、と怒鳴られることもしょっちゅうだ。その上、明日はいないからと年配の連中からも存在に扱われる始末。
正社員の時以上にどこにも居場所がなく、逃げるように仕事を転々とする日々を送った。職人系のスキルや資格がない俺には単純作業の日雇いしか回ってこない。例えば工事現場で延々と一輪車に砂を入れ運ぶなどだ。くそ、俺に向いているのはもっとクリエイティブな仕事なのに。単純労働の繰り返しに飽き飽きしていた。それに同じ体の部位ばかり酷使するので腕や腰をすぐ痛めるし、単純作業の繰り返しは精神的にも辛い。畜生、何が軽作業だよ。これは重労働だろうが。誰でもできる作業だから軽作業と呼んでいるのだろうか。もしくは重機を使わず人の力で可能だから軽作業なのだろうか。どちらにしろ俺にとってこれが重労働なのだけは間違いない。明日も絶対筋肉痛だ。はい、ご苦労さん。これ日当ね。ち、朝から晩まで働いて1万円かよ。朝から晩まで肉体労働をして日雇いバイトの日給はおよそ1万円。最初は多いと思ったが今では少ないとわかる。保険もなくボーナスもないのだ。ちなみにこの日雇いバイトが特に悪いというわけではなく、日雇い労働者は厚生年金保険に加入できないことになっているのだ。なんとなく厚生年金なんて健康保険とセットで簡単に加入できるイメージだった。それに当然年金を払えばその分減る。実際に手元に日当1万円が丸々残るわけではないのだ。こいつら、俺が優秀だからってひがみやがって。優秀な人間をひがみバッシングを浴びせるのはどうやら正社員だろうが日雇いバイトだろうが関係ないようだった。人間関係と仕事が合わず日雇いを始めたってのに結局何も改善されないじゃないか。思えばまだ正社員の頃の方がマシだった気がする。当時は若いのによく働くなとか真面目だなとか褒められてもそれが当たり前だと思っていた。しかし日雇いバイトでは褒めて伸ばそうとする上司など皆無だった。俺はこのままでいいんだろうか。ボーナスがないため貯金もたまらず保険もなく仕事にやりがいもない。日当1万円じゃ生活水準は上がらないし、日雇いだと雇用期間が決まってないため安定していない。明日が来るのが怖い。もしもう仕事に来なくていいと言われたらどうしようという不安が湧き起こる。もっと俺にしかできない仕事があるはずなのに、なんで。気づけば俺は抜け出せないジレンマに陥っていた。絶望の中、ふと正社員の頃の上司や同僚の優しさに気づいた。若いのによく働くな、いや真面目だなという褒め言葉はスキルや資格のない俺を精一杯褒めようとした結果だったのだ。若いなんて当たり前、真面目に働くのも仕事だから当たり前だと思って全て聞き流していたが、もしかして俺一生こんな毎日をたった一人で繰り返すのか、一生童貞なのか。やり直すには年を取りすぎた。10代に戻れたら、いや20代でもいい、たとえ30代でも今よりもマシだ。だが全ては遅すぎたのだった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。